最近金欠で困るなぁ。月末だし全然手持ちのお金がないよ。この前だって祭り行ったら200円しかなくてリンゴ飴食べながら玉こんにゃく食べたし。お金ないなら祭り行くなよ。どうしたものか。どこかで割のいいバイトでも探さないと。おろ、こんなところにチラシが。なんだこれ。ベストカップリング。これだ。ということで、ベストカップリングコンテストに出て稼いでほしいんですよ。やだよ、めんどいし。そこをなんとか。このままじゃこのチャンネル破産しちゃうんだよ。うちそんな困窮してたのかよ。でも、たとえ出場したとしても私とアリスじゃそんないい順位取れないぞ。え？ベストパートナー部門の人気投票知らないのか？私とアリスの組み合わせ73位だぞ。ま、マジか。じゃあまた別のバイト探すか。おいおい、何言ってるんだよ。昨夜、私たちの仲じゃない。きっと優勝できるわ。いやあ、怖い怖い、急に近寄んな。私女の子と抱きつく趣味ないから。ちょっと待ったー。うわ、今度はなんだ。君たち、ベストカップリングコンテストに出るんだって？いや、私たちは辞退しようかと。なるほど、私たちの敵ということね。その話聞かないタイプの人だこの人。でも優勝はこの新規様と私がいただいたわ。でも新規様と蓮子さんが一緒にいるのおかしくないですか？この動画は二次創作だからいいんだよ。さあ、いざ尋常にどちらが優れたカップリングか勝負。あれ？そもそもこの家どうやって入ったん？はい、というわけでどうもこんにちは。いつか大金持ちになって旧作を揃えたい人です。うちは貧乏がお似合いだけどな。まあ旧作は高くなってますからね。なかなか社会の底辺には難しいですよね。誰が社会のインテグラルだよ。誰も言ってねえよって、さえわかんねえよそれ。とまあそんな最近習った言葉を使いたいお年頃の人はさておき、今回はこちらのガチャを引いていくんですね。そうです。この前の生放送で発表されたガチャですね。どうやら、このガチャは新しいレアドのジェニックってやつみたいですね。え？ジェネリック？それはジェネリック医薬品な。絶対そのくだりやると思った。で、今回ピックアップされてるのがウサミレンコか。レンコって確かズンズミュージックコレクションの中に入ってる冊子みたいなやつに出てくる人ですよね。まあ自分もそんなに詳しくはないけど、何回か読んだ記憶ありますね。お、このガチャは天井350連なのか。レリックと同じだな。まあ天井分なくても、一応200連分ありますし大丈夫でしょう。え？ってことは今回200連まで引くのか？最初はそう思ってたんだけど、これからまだガチャ来るかもしれない人に合図100連くらいにしとこうかな。おっしゃっときてらっしゃったわね。でも普段の行いがカスだから10連で出る確率は 7.7% だぞ。確率スイスの消費税か。いや 7.7% なら普通に引くより高くね。悪者の方が確率高いなんて。この世の中は悪者が報われる世界なのね。アリスが勝手に提示した確率だろ。ってことでグダグダ話してましたが20連目は普通に F だオンリーでした。いや、場面切り替えて2秒で爆死確定するやん。うちはテンポのいい実況を目指してますから。編集楽してるだけだろ。あ、そういえばうちはウプ主がにわかだからさっき棒大手検索サイトで調べてきたんですけど。誰がにわかだよ。メリートレンコは京都の大学にいるらしいですね。まさか京都大学？ってことは自分も京都大学行けば会えるのか。偏差値マイナス3億のお前じゃ人生100周しなきゃ無理だろ。あ、なんかキャラ来てたけど普通にすり抜けか。どうでもいい話してないでちゃんとガチャに触れてください。どう何言うてるかわからへんどす。えせ京都弁話すのやめろや。ってことで40連目。今回ガチャ石が少ないので40連目でもだんだん焦り始めてきます。お、でも今回は短めのロード入りましたね。さらにキャラも1枚出現。これはワンチャンあるか？止まれ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 。この指？止まれうわぁ、マジかよ。さすがにそれは困ったなぁ。いやいや、まだ40連目だしそんな困る頃じゃないだろ。いや、ガチャの話じゃなくて相当のフリーレン面白すぎて編集進まないって話。知らねえよそんなこと。いいからさっさと編集してください。話変わるんですけど、この前の 3.5 周年のアップデで結構いろいろ変わりましたよね。確か新しいお祈りだけじゃなくて、フレンド機能も追加されたんだっけか。そうなんですよ。コミュニティでは言ったんですけど今フレンド募集中です。もしなってくれる心優しい人がいたらコミュニティに書いてくれよな。あ、いただいた申請はもう少ししたら承認していきますので。それから、ありがたいことに申請人数が50を超えるので全員とはなることができません。申し訳ないです。でも、そんなになってくれる人がいてありがたい限りだな。ちなみに、ロスワとは関係ない動画を投稿されている方たちよりプレイレベル低くて絶望してます。ロスワ実況者としてのプライドとかないんか。そんなつまらんプライドは。遠い昔に置いてきた。さっさと取り戻してください。ウォック、またもキャラ出現。今回日本周回する時の井上忠敬くらいいいペースでキャラ来てるな。見たことあんのかよ。イエーイ。おい、またすり抜けかよ。てか、さっきってフェスゲンだったらしいな。工場落ちしたってことか。まあ最近はレリックやエピックが目玉だし、フェスゲン手に入らない人が出ないように少しずつ落としてくれてるんでしょうな。そういや、このジェリックって新しいガチャだけど強さ的にはどんくらいなんだ？そんなこと自分に聞くなよ。仮にも登録は実況者なのに。まあ全然性能とか理解できないので知らないですけど、天井高いガチャ出した分強いっしょ。適当に喋んな。いや、なんか気づいたら背景でひどい意識してたんだけど、ちゃんとゲーム画面に溶けって言ってるやん。料理チャンネルのレシピ紹介くらい見てなかったわ。ってことで100連まであと30連。だんだん雲行きが怪しくなってきたな。新規さんの娘のアリスならなんか嫌なありませんか？お前知らないのか？アリスと新規は親子関係じゃないんだぞ。え、じゃあどんな関係なの？愛人と隠し子とか？そんなわけねえだろ。うわ、また微妙な引きだな。80連目は F だオンリーでしたねー。くっそ頼む。なんとかあと20連で連子来てくれ。多分連子は頭悪いやつと関わりたくないと思ってるぞ。小学校の漢字テストで0点取ったことあります。ぐらー、また F だオンリー。ふむ。今回は無理そうだな。もう諦めてるやないかい。まあでも、今回は身を削って風結晶で引くか課金するしかなさそうだな。まあまあ待ってくださいよ。そもそもこの10連で当ててしまえばいいのだろう。それ言って当てた覚えないんだけど、ガチャはイメージできないことは実現できないんだろう。ここで諦めてどうするんだ。こいつすぐ漫画に影響されるやん。頼むレンコさん当たれー。うおー。よっしゃー。どうだ見たかこの野郎。急に口悪くなるなよ。ボイス聞きたいんで少し黙ってください。
私は魔界の神神器。今回はケアな機会で。あら、今は静かにした方が良さそうね。また後で会いましょう。ぜひ今度ご飯でも行きましょう。魔界の神をご飯に誘わないで。いやにしてもまさか100連ぴったりで出てくれるとは。今回は課金ルートかと思いましたよ。さっき諦めんなとか言ってたの誰だよ。まあ今回は諦めないことの大切さをお伝えできる回でしたね。ガチャ動画にそんな高度なメッセージ性ねえよ。あ、ちなみに絵札はこんな感じでした。あんまり見せどころのないラインナップ、当てな感じでそこそこいい引きの連呼ガチャでしたね。メリーの方のガチャは引く予定あるのか。風結晶の数も少ないのでとりあえず考え中です。まあ復刻とかもあるだろうし様子見た方がいいかもな。ということで今回はこの辺で終わり。よければコメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。